どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはドン Stand by me ベン・イー・キングのあの名曲、このウクレレ入門コード4つでやっちゃいましょう。これ初心者の方でもすぐできますからね。ただし英語ですけれども、はい。この曲、実はかなり前にガズレレで一回取り上げていたと、カッティングの説明動画でも取り上げてるんですけど、しっかりとちゃんとレッスン動画、ここ2020年、今、アップロードしたいと思います。いつものように2バージョン、プラス1バージョン。今回は3バージョンでお届けします。最初のバージョンは初心者さんでも超簡単にできる人、めちゃゆっくり入門コード4つバージョン、ゆっくりバージョン。はい。次はですね、8ビートのチャで軽やかに言ってみようと思います。で、3回目のバージョンはですね、これカッティングと、あと、あのフレーズ、ボン、ボン、ボンドンドン。これも弾いちゃいましょう、これで。今日は3つの豪華版で3バージョンをお届けしようと思います。最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽聴くの最高だけでやる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルでは、楽器触ったこともないとか、私、楽器にちょっと音楽の才能はちょっとないっぽい、みたいな方が、あれよあれよと音楽できる、弾き語りできるプログラムがあるんですよ。今そのプログラムを見ても全世界中の方がもりもり音楽始めてます。皆さんもすぐできますからね。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に行ってもらって上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけ。さあ皆さんここですよ。行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画がすでに1400曲以上もアップロードされております。これから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。今日は入門コード4つ、超簡単の入門コードなんでウクレレデビューに持ってこいですよ。まずはそのシンプル簡単バージョンゆっくりやってみます。
に初心者さん向け超ゆっくり簡単バージョンいかがですか。あのボンボンってあのベースを言いながら弾くとかね、かっこいいです。もう C と Am と F と G7 もう超絶入門コード、ウクレレ習ったその日に習う4つのコードでできました。ただし英語ですけど、ということなんですけど、この曲はですね、気づきましたかね、ループ同じコード進行ぐる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 回して、そういうね、こうブラックミュージックのルーツみたいなところに乗っ取った曲で、本当に渋いしかっこいい、でエモーショナルに歌えるということで、ぜひ皆さん思いっきりやっていきましょう。今のバージョンはガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンで、2番の歌までやったっていうショートカットアレンジなんですけど、本当はもっとあるんですけどね、コード進行はさっき言ったように同じですので、フルでやりたい方どんどんコードと歌詞書いていってオリジナルの、楽譜を書き出してください。フルコーラスバージョン、そして今のシンプル簡単バージョン、ゆっくりバージョンを動画と一緒に何回も練習してできるようになったという方も、やっぱり紙に書いて今度ご自身だけで歌ってみるのをお勧めします。動画と一緒じゃなくてご自身だけでね、これが結構キーポイントになります。その時の書き出す参考になるように、いつもガズがこのノートこんな感じで書いています。スパンスタンドバイミー、はい、英語ですよ英語で、これをですね、今からシェアしようと思うんですけど、ただいま、はい、これガズクラブというサービス始まってます。このガズクラブというのは毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のスタンドバイミーを含むガズが今まで取りためてきたものすごい数の膨大なノート楽譜の中から皆さんが5曲毎月5曲お選びいただいてゲットできる、ダウンロードしていただけるという画期的なサービスで、もう500名以上の方がね、もう有効 利用されておるので、もうぜひ皆さんもね、続いてください。そしてこのガズクラブに入ってもらうとですね、毎月2回行われている限定オンラインライブ配信に参加できるようになります。次はですね、11月1日に行われて、これめちゃくちゃ楽しい90年代のヒットソング特集、これ盛り上がります。全世界中からの参加があってですね、もう数百人でわーっと盛り上がる、オンラインで、まさにオンラインなので、ぜひ皆さんこれチェックしておいてください。そしてそこにはね、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信していたりとか、そこでみんなの質問に答えたりとか、皆さんの演奏動画がアップロードできる場所があったりとか、かなりガズクラブ盛り上がってますので、ぜひチェックしておいてください。それではノートを移していきましょう。はい、こんな感じです。ここイントロですね。このね、見てください。これがずっとただただ繋がっていく、繰り返すんですよ。このコードがずっとループしてるということですね。はい。で、歌詞がこうやって入っていくんですけど、これ英語ですからね、これがキーポイント。はい。今、さっと映しますけど、これを一時停止でメモっていただいてもいいし、動画のテロップをメモっていただいてもいいし、もちろんガズクラブでゲットしていただいてもいいと思うんですけど、まあ、このコード進行、これずっと繰り返しなんで、歌詞を書いてるだけなんですけどね。シンプルでございます。はい。ガズのノートの特徴は、この点でタイミングを測ってるというのがあるんで、まあ、手書きならではの分かりやすさっていうのもあると思う。まあ、さっとこう一時停止でね、行ってみましょう。はい、もう淡々とですよ、この曲は淡々と。はい、こんな感じでここまで来ましたということでございます。じゃあコードの解説、さっきも言ったんですけど、 C と Am と F と G7、 もうこれはもう本当にね、超絶入門コードですからね、一応おさらいしよう。 C っていうのは一番下の3番目、 Am は上の2番目、 F はAm を押さえたまま2弦の1フレット、これです、F。G7 はこの人差し指をこのままで三角形。はい。これはウクレレを習ったその日に覚える。超初心者コードですから。やりましょう。この曲で、ウクレレ興味ありそうな方、これ皆さん教えてあげて、これ4つでね、スタンドバーミー、にゃにゃにゃでいいから最初。にゃにゃにゃ。にゃにゃ。これで全然十分ですからね。はい。どんどんやっていきましょう。じゃあね、今日は3バージョンなんでもう駆け足でいくんですけど、次のバージョン、セカンドバージョンは、8ビートのチャットリズム、ストロークのリズムでこれやってみましょう。そうそう、こうなります。8ビートのチャットでこのグルーブを出す。やっぱこのストロークが入ると急にリズムが出てきますね。グルーブが出てくる。はい、この8ビートのチャットの弾き方、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚なんですけど、今日ちょっと待って、この後のサードバージョンのところでもう一個違う弾き方出てきます。それはカッティングです。カッティング。だから8ビートとカッティング、今日ね、これサードバージョンは結構ね、難しいというか、まあ面白い、まあリズム遊ぶみたいな感覚で、今、さっきのリズムいろいろのところにこの2つの弾き方の解説動画あるんで、じっくりやってみましょう。ちなみに8ビートを初めてやるよという方は、これ8ビートってこういうストロークって言うんですけど、こういうね、右手をこうやって使ったリズムをね、これはね、基本は8ビートというリズムにあります。8ビートだとこう。8ビートのチャだと、チャ、チャ、チャの方が打楽器的要素が加わってかっこよくなります。はい。さっきの、リズムいろいろのところでこの2つのリズムちょっと予習してください。後半のね、サードバージョンはさらにちょっと難しくなるんですけど、はい。セカンドバージョンの8ビートのチャバージョンもです。ちょっとこう体揺すってね、もうさらにリラックスした感じで、やってみようと思います。ちょっとテンポもアップしてね、スタンドバイミー、8ビートバージョン、かっこいいバージョンですよ、8ビートバージョンも。やってみます！ 1、2、3、4!
体をするこうグルーヴがねこう生まれてきたかなっていう感じなんですよね。はい、それじゃあですね、今回3バージョン、こっからがいよいよ本番でございます。まずですね、この曲リズムはカッティング、さっきもちょっと紹介しましたけど、カッティングをやりたいと思います。ちょっとこのコード進行を出しますけど、こんな風に弾きたい。かっこいいですよ。ダツツダツツツツ、このっていうところをカッティングって言うんですよ。カッティングっていうのは弦を触れるだけ、左手で触れてカチャって言います。押しちゃダメです。押したらってなっちゃうから、触れるだけですよ、カチャって。これをダッツダッツ、これがカッティングなんです。この弾き方、さっきのリズムいろいろのところで濃厚に解説してます。しかもその解説してる動画もスタンドバイミーで解説してるんで、ぜひカッティングちょっとチャレンジしてみて。これね、絵で描くとこうなります。丸バツバツ丸バツ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 丸バツバツ丸バツバツバツ、丸は弾いてバツはカッティング。これができるようになったら次のステップ、丸バツバツ丸バツバツ星バツ、この星はチャです。わかる？ダツツダツツチャカ、ダツツダツツチャカ、ダツツダツツチャカ、これを弾きながら歌う。これはだから難度はめちゃくちゃ高いですけど、この曲でカッティングを覚えるのがすごくいいんじゃないかということで、カッティング動画の説明動画にもこのスタンドバイミーを使っておりますのでね、これちょうどいいですよ。はい。で、今回はさらにさらにそれに加えて、このフレーズを弾いちゃう。聞いててください。ワン、ツー、スリー、フォー。ちょっと間違えた。これ単音弾きで、これを弾いてからこれをイントロ代わりにして When the night has come と入っていこうと思います。これはね、もしお二人でやるときも一人ずっとこれ弾いといてもかっこいいんですよ。これすごい印象的じゃないですか。で、さすがにこのリズ、このフレーズを弾きながら歌うのはもう至難の技すぎてですね。で、今回はカッティングで歌います。だけどこのフレーズ弾けるだけでもちょっとこれ楽しくないですか。これはですね、ほんとただただひたすら練習ってことなんですけど、一応書き出しました。はい、スタンドバイミーのイントロフレーズ、これなんですけど、この譜面の見方わかるかな。これタブ譜と言います。ここにタブって書いてある、タブ譜という楽譜の読み方があるんですけど、わかんない方ここにリンク貼っときます。この読み方はちょっと覚えておいた方がいいよ。今日はね、だからここでタブ譜の読み方はマスターして戻ってきてください。やったことない方は、わかる方はどんどん言ってきますよ。はい、上が1弦ですからね、一番上の線が4本あるでしょ。1弦2弦3弦で3 3 2弦の3、1弦の2 3 3でで、たんた、こんな感じですね。これよく見て、しっかり見ながらやっていったら結構すぐできます。リズムが難しいからね。ダッダッダダダッダッダダダッダッ
ダダダッタ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 、これですね。はい、ちょっとこうテロップを出しながら超ゆっくり一緒にやってみましょう。ここではね、確認作業なんであんまり詳しくは解説しませんけど、このタブ譜を、タブ口が待ってる、タブ譜を見ながら一緒に弾いていきます。ワンツースリーフォー、一弦の三三、次ゼロゼロゼロ三一一一ゼロ三三三二三三三二三三、これです。これ今分かったかな？ゆっくり分析すると分かりますんで、これちょっとタブ譜見て、これも何回も練習するしかない。このねボディヒットをこのタイミングで入れるといいよという見本を今やりますね。ワンツースリーフォー、かっこいいでしょ？これはですね、これ叩くと急に難しくなるかもしれないんで、まずはこのボディヒットは後回しにして、このフレーズだけめっちゃくちゃ練習してください。そしたらこれ結構ハマれると思いますよ。慣れてくると、これね、もうちょっとね、これフレーズ、ただのフレーズ弾くんじゃなくて、グルーブ、リズムの中でこのフレーズを弾きたいもんだから、こう体も揺らしながらこんな感じでいきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。この体を揺すりながら、このグルーブの中でこれ弾く。気持ちがいいですよ。まずはフレーズを覚える。はい。やってみましょう。このタブ譜をしっかり読み込んで何回も練習。それをイントロに入れ込んで、歌の中ではカッティング。ハスカーンって感じで、三つ目のバージョンは今日はだから、そう、いきなりドーンと難しくなりますけど、やってみようと思います。スタンバーミーガズレレ流超かっこいいバージョン。やってみる！ワン、ツー、スリー、フォー。When the night has come and the long day's dark and the moon is the only light we'll see, no I won't be afraid, no I won't be afraid, just as long as you stand by me.やってみます。あのフレーズ、これはもう夜寝れませんよ。もうずっとやっちゃうやつですよこれ。
気持ちいいんで、ぜひどんどんやってみましょう。で、歌もね、やっぱあの雰囲気込めてちょっとこうブルージーな感じでやるのがやっぱりかっこいいと思いますね。もうその気になって、もう英語わかんなかったらニャ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 でも全然 OK だと。まずはね、で、だん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 こう英語を読み解いていく、そんな順番がいいんじゃないかなと思います。世界中で歌われてるあの映画もね、印象的だったもんね、あれね、あそこで流れるあの最高です。皆さん大いに楽しんでください。さあ、この楽しさ周りの方にもぜひお伝えくださいね。ガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用ください。ガズレレチャンネルにいいねだとかチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。そしていつも使ってるガズのわがままウクレレ、これソプラノサイズとコンサートサイズがいろいろね選べるんですよ。ピックアップありなしだとか、こうフレットの数だとか、そのね事前予約注文始まっております。ここで、ホームページ上で見てください。セミオーダーウクレレをオーダーしてくださった方にはね、カラーバリエーションも選べるように今回からなっておりますんで、必見です。まずホームページからご確認ください。そしてね、ガズレレいろんなことやってます。さっきもちょっとあの途中でお知らせしたんですけど、ガズクラブ、こちらももう本当500名以上のねメンバーでも本当に楽しんで、毎朝あの僕がラジオ配信したりしてるんですけど、あのこのね、アプリがあるんですよ。ガズレシピです。こちらの方もアプリなんでね、もうどんどん書く、いろいろスクロールできたり、メトロノーム機能ついたり、もうすごくいいですよ。まずはこれダウンロードしていただいて、これ全部ホームページのトップページからリンクかかってますからね。お願いします。そしてあとね、ガズレレではいろんなグッズがね、あるんですよ。この今、かけてストラップだとか、キャップとかね、キャップとか、T シャツだとか、あとね、このリュックサック、これもあと、ほんとあともう数個になっちゃいましたけど、これあの、ウクレレコンサートサイズが入るリュックサック、リュックサック型ウクレレケースなんですよね。これ中開けると2つのポーチがこれ、ね、取り外しができるセパラートタイプのポーチがついてて、譜面台を入れたりとかチューナーを入れたりとか、こういうふうなあのついて、まあ楽器用のケースなんで、ここも分厚い保護材になってます。これがもうものすごく大ヒットしてたんですけど、あともうちょっと本当に、もしご検討くださってる方は急いでください。これ横に持てるとかね、これビジネスマンでもね、スーツにも合うかなみたいなデザインしております。そういうグッズがいろいろあるという、あ、この水引きもね、これ私の両親が手作りこんなのもやってたりとか、これです、これ、このリットミュージック社から出てるこの、信号機みたいな、この赤と黄色と緑みたいな、このね本のシリーズもね、これ3冊合わせてもう累計そろそろ10万部に行くんじゃないというぐらいの大ヒットになってますけど、とにかくこれ分かりやすいんで、ぜひこれ本屋さん、楽器店さんなどでちょっとこれチェックして、もうもちろん Amazon でもありますし、ぜひこんなのも、よろしくお願いします。そんなわけでですね、もうガズレあっちからこっちからもう大盛りでございましてですね、まあ、これからも面白いこうミュージックライフを、楽しいあのミュージックライフを皆さんにお届けしようと思ってます。音を楽しむと書くから音楽ですよ、楽しむ、これが真ん中にあって、日本素晴らしいと思います。皆さんこれからもガズレレと一緒に楽しく音楽してまいりましょう。それでは皆さん、さようなら、ごきげんよう、バイバイ。